今、開始町の柿の壺踏切に来ております。あと3分でサンライズ瀬戸出雲が通過します。現在瀬戸出雲は、サンライズは羽間勝原駅付近を通過中です。あと約3分で大志町周辺を通過します。このまま待機します。風が冷たいですね。おそらく気温は3度か4度ぐらいだと思います。